なんだ、みなみか。それは早く言えよ。やらねえぞ。自分で見つけろ。はあ、いいな。棒がどうした。でも俺はこの森もっと怖いとこかと思ったんだけど。なんだ、大したことはねえな。へえ、チョッパー、お前今日は強気なのかい。そうなんだ。この3人がいると心強いな。だが確かに正直拍子抜けだな。昨日俺たちが森へ入った時も別に何もなかったぜ。新刊の一人とも出会わずじまい。お前の気持ちもわかるぜ、チョッパー。だろ。おかしな人たちね。そんなにアクシデントが起こってほしいの。あれ、でっかくて変な模様の根っこだね。動いた。何が動いたって、チョッパー。いや、なんでもねえ。大したことねえよ。根っこが動いたなんて言ったらビビってると思われて笑われちまう。今日の俺は強気なんだからな。きっと気のせいだ。なんか妙な気配ね。